常に安定したパフォーマンスを出すための心がけは、自分自身パフォーマンスがあまりこう上下しないことっていうのはすごく大事だと思っていて、準備段階ですよね。ピッチに立つ前からどれだけの準備ができたかで、そのピッチに入るときにこう自分がどれだけ自信を持ってピッチに立てるかっていうのが決まる感じがするので、まあ、もちろんピッチの中でさまざまなことを考えて、その時々で対応して、サッカーは生き物なので相手がどう出るかとかね、そういうことを味方がどう動くかとか、そういうところでいろいろ変わるんですけど、まあ、でもピッチに入るまでになんか自分の中では多くのことが決まってるかなっていう思いはあります。